2023年3月中旬の3日間、千葉県千葉市の幕張メッセにおいて DSEI Japan 2023という展示会が開催されたことを、みんなは知っているかな？ここでは日本の防衛関連企業や海外の軍需企業も参加しての、防衛及びセキュリティの分野の様々な内容が展示されたぜ。軍事マニアたちにとっては目の色が変わる催しだっただろうね。さて今回はそんな DSEI Japan 2023について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この DSEI Japan という名称の展示会は2019年に初めて開催され、2021年にも開催が予定されていたんだけど、新型コロナウイルスの世界的な蔓延の影響を受けて中止され、今回2023年で2回目の実施となったんだ。DSEI Japan 2023には開催国である日本の防衛関連企業も数多く参加を果たしているけど、これらの企業は直接的な攻撃用の兵器は展示しないという日本側の方針のもと、電子戦兵器や後方支援用の装備品の展示に止めていたよ。ただし参加した海外の軍需企業の中には、直接的な攻撃兵器であるミサイル等の展示を行ったケースも散見され、展示会の開催国である日本がこうした政治的な建前を今に至っても崩せない状況には、多少の違和感は拭えないな。そもそも DSEI Japan の会場に足を踏み入れることが可能なのは、観光庁や防衛産業の関係者、並びに安全保障関連の研究に従事している人物に限定されており、内々の関係者しか直接見ることはできないようになっているぜ。それを考慮した上で、他国に日本の防衛産業の製品が直接の攻撃に使用される兵器を実際に販売可能か否かは、日本の現行法や政治的な判断に委ねるべきものであり、展示の有無によるものではないとしか個人的には思えないな。さてそんな今回の DSEI Japan 2023だけど、やはり会場でひときわ注目を集めていたのは、日本とイギリスとイタリアとで共同開発される運びとなった、次期戦闘機の模型とそのプロジェクトに参加する各国の主要企業だろうね。日本においてそれは三菱重工業社、IHI 社、三菱電機社などであり、イギリスは BAE システムズ社、ロールスロイス社、レオナルド UK 社、そしてイタリアはレオナルド社らがそうした参加企業の代表格なんだ。この次期戦闘機開発計画は GCAP グローバルコンバットエアープログラムと称されており、今回の DSEI Japan 2023においてもその中心を担うであろう BAE システムズ社が、盛んに第6世代機だと喧伝していたよ。現時点で第5世代戦闘機と呼ばれているアメリカロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2を、その先の世代だと認識された機体はまだどこにもなく、その定義も曖昧だけどキャッチフレーズには使用されているみたい。さてそんな GCAP グローバルコンバットエアープログラム関連以外でも、今回の DSEI Japan 2023では川崎重工業社がかなり変わった展示を行っており、一部ではそのパネル展示が非常に大きな話題ともなったね。ここで川崎重工業社がパネル展示を行ったのは、参加の同社のグループ企業でバイクやジェットスキー等を手掛けていることで著名な川崎モータース社が開発した、ニッケル水素を用いた二次電池の新たな用途についてなんだ。この川崎モータース社のニッケル水素を用いた二次電池は製品名をギガセルと称するんだけど、今回川崎重工業社は DSEI Japan 2023においてその用途として、航空母艦の電磁式カタパルトの動力源とすることを提示したみたい。航空母艦のカタパルトといえば、それらの艦艇から艦載機である機体を強制的に加速させて射出する機構であり、機体自身が自らのエンジンの出力によって発艦する場合に比して、より短い滑走距離でそれを可能とする仕組みだね。また距離的な問題に止まらず、発艦する機体に対してより多くの燃料や兵装などを搭載した状態で発艦させることが可能となるため、機体の持つ航続距離や攻撃力を向上させる装置として、アメリカ海軍等の艦艇で運用されているぜ。実際にはこの2023年3月においてカタパルトを装備し実戦配備された航空母艦というのは、アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦10隻とジェラルド・アール・フォード、
そしてフランス海軍のシャルル・ド・ゴールの合計12隻のみだな。このうち最新鋭のジェラルド・アール・フォードは電磁式カタパルトを装備しているけど、これを除く残りの11隻の航空母艦のカタパルトは全て蒸気式のもので、フランスのシャルル・ド・ゴールもアメリカからの技術供与されたものだよ。蒸気式のカタパルトはまだアメリカ海軍の主力である10隻のニミッツ級航空母艦で使用されており、これまでも中東などでの実際の戦闘で運用され、そのシステムの信頼性という点では非常に完成度が高いことは言うまでもないんだ。しかしアメリカ海軍はこうした伝統と信頼性を誇る蒸気式のカタパルトから、より様々な重量の機体や、同じ機体でも搭載する内容物によって微調整が可能な電磁式のカタパルトの導入を決定、ジェラルド・アール・フォードに搭載したぜ。ただし2017年に収益を迎えたジェラルド・アール・フォードではあったが、電磁式のカタパルトをはじめ初めて導入された新機軸の装備が他にも多数あったことも影響し、事実上は2022年までの5年間は実稼働状態とは言えなかったな。アメリカですらきちんと稼働させるのに時間がかかっているんだね。それほどまでに、かのアメリカ海軍ですらも実用化に時間を必要とした電磁式のカタパルトだけど、中国海軍は2022年6月に進水させた同海軍3隻目の航空母艦の復権にそれを装備すると世界に向けて喧伝しているよ。心意気は認めるけど、中国には難しい気がするよね。電磁式は言うに及ばず、カタパルトの装備自体が初となる中国海軍の航空母艦において、それが実際に可能なのか否かは、今年2023年春先からと予想されている復権のテストの進捗を見てからでないと、何とも言い難いように思えるね。ちなみに中国はこうした復権のような航空母艦に限らず、今後は航空機を運用可能な強襲揚陸艦等にもカタパルトの搭載を推進していく方向だとみなされており、復権のテストはそれらにも大きく影響を及ぼすだろうな。それは今後の軍事的な潮流としても、強襲揚陸艦等に無人航空機を艦載機として運用することへの後押しとなる可能性があり、有人機よりもはるかに軽量な無人機の艦載機化とその運用を占うものとなるのかもしれないぜ。さてアメリカ海軍のジェラルド・アール・フォードだが、そこに搭載された電磁式のカタパルトは、イギリス海軍との共同開発によってゼネラル・アトミックス社が実用化したもので、仕組みとしてはイーマースと呼称されているよ。この電磁式のカタパルトイーマースは、主として4つの要素を持つシステムで構成されており、それはモーター、バッテリー、コンバーター、制御システムで、その中でもバッテリーにはフライホイール形式が採用されているんだ。フライホイールバッテリーとは、充電や放電を行うに際して化学反応を媒介させてそれを行う蓄電池と異なり、構造がシンプルで耐用年数が比較的長く、加えて整備性が高いことが利点として挙げられているな。川崎モータース社のニッケル水素を使用するギガセルは無論蓄電池に該当する製品なんだけど、すでに路面電車等への採用や各種の蓄電用の設備に実績を持ち、大容量でかつ高速の重放電に対応し、環境にも優しいとされているみたい。日本で軍事用に使用されている蓄電池といえば、最新鋭の大型潜水艦にも搭載されているリチウムイオン電池が思い浮かぶが、ニッケル水素電池はこれに対し、大きく重く重放電時間も長いが非常に低コストだと考えられるよ。軍事用として見た場合、コストの安さには価値はありそうだけど、運用上で重放電時間が長いというのはかなりのデメリットであり、果たして川崎重工業者が唱えるように電磁式のカタパルトの電源足りうるのかは少し疑問にも思えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。